これから河津桜についてお話しします。この河津桜ですが、花は2月頃にピンク色の花が咲きます。次に大きさですが、通常5メートルぐらいのものが多いんですが、中には7メートルぐらいに大きくなる、河津桜もあります。また成長が早いか遅いかに分けますと早い仲間になります。次に剪定の強さですが、この河津桜はですね、あまり剪定を好みません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、樹形が見られるような、飛び出た枝などを切る程度で、自然な樹形を、整えることが、ポイントになります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。